眠いよね。今日行きます。嬉しいね。なんかさ、久しぶりに配信した気がしますね。なんかハロウィン仕様になってる、かわいい。うん、おはよう。メイクしようと思って、今日はお話し会なんですけど、お話し会でコスプレするって言ってたんだけど、ちょっと何かは言わないんだけど、あのあれです、初めて着るやつにした。結局なんか、結局今まで着たやつまた見たいとか、たくさんいろんなこれ着みたいとか、いろいろみんなの意見あったんだけど、何これ、かわいい、かわいいギフト来た。え、そうだったんだけど、新しいやつ買いました。またいつかやる。その結局よく言ってもらうのは、何これ、ポーズしとこうなんか、ま、ポリス、ナース、メイドとかはとか、チャイナとかめっちゃ見たいって言っていただくんですけど、またいつかまた着たいなとも思ってるし、うん、またいつかって感じです。お洋服、これはね、去年ねプレゼントでいただいたやつなんですよ、ファンの方から。どこのなんだろう可愛いよね、ふわふわで。あ、プレゼントね、今年のね、みんながくれたやつも、あのちょこちょこさやの手元に届いております。ありがとう、本当に。お手紙も、おはよう。さっきのなんかいっぱいかぼちゃありがとう。誰、サナピオありがとう。わけなんかハロウィンのギフトになったんだね。ちょっとメイクするね。今日は朝から髪の毛も巻きたくて、そう、ちょ、一旦アイロンかける。巻きたいけど、こう何、ボリュームを抑えるべく。全然メイクしてない、アイラインぐらい。肌と、ごめん、めっちゃ黙っちゃった。こんな感じかな、一旦切ります。今期のやってるドラマで面白いのあったら教えてください、突然じゃあなんか前回なんか
いつもさ、結構ワンシーズンに何個かはドラマ見る方なんですけど、なんか前回夏のドラマかな、全然見てなくて、何も。そう、なんかさ、なんか秋こそドラマ見たいなって。待って、みんなバラバラなの紹介してくれてる。あ、マイカさん出てるやつチェックします、絶対。推しが上司になりまして、そう、それちょっとね、あのお見かけして宣伝を、すごい夢のような話ですよね、そんなのって思いながら仕事頑張って。元気ですか？元気、元気だよ。そう、最近いないよね、 SNS にじゃ配信もしてないし、今生きてる、生きてて今配信した。おはよう。そう、元気ってめっちゃ言われて、最近多分あんまりこう写真載せたりとかもしたけど、こう配信今週とか全然してなかったし、こう何も SNS に現れない日とかもあったから、なんか元気ですかってめっちゃ言われて、みんなにそう元気だよって思いながら、生きてるよって思いながら見てました。そんなみんなのリプとか、リプというかあの投稿、そう、なんかつぶやいてない日とかでも結構そう、エゴサとかしてるから、元気かなって思ったら元気って聞いてください。元気だよって、生きてるよって、あの心の中で返してるの生存確認した、よかった、確認してもらえて。ディズニーからお話か、楽しみ。電波気をつけて。なんか最近ね、分かったの、なんか本当に電波の回線が弱々で話せない方たくさんいらっしゃるんですけど、通所とかもなんだけど、なんか車の中はあまりおすすめしない、なんか車の中でサクサクの方もいらっしゃるんだけど、なんか本当になんか車の中でお話し会参加してくださってるから、多分静かだしね、めっちゃいいと思うんだけど、なんか大体話せない気がする、話せない、なんかその電波が切れちゃってうまく話せない率が高いのは車の中な気がする。うん、来月初参加、嬉しい、楽しみ。11月追加した、お、話せる、嬉しい。がなんかさ、今回のお話し会でやろうと思ってたコスプレとかできなかった、今度しますね。どんどんさ、冬に近づいてるから、でもさ、今年ね秋めっちゃ好きかもって思って、
好きかもって思ってそう、秋ってめっちゃいいなって、寒すぎないし、そう、秋の味覚がちょっと NG だからあんまり秋うんって感じだったけど、もうなんか自分の誕生日もあるから、でも年を取るのは嫌なんですけども、でも秋いいかもって思うようになりました。過ごしやすいね、めっちゃ、うん、仕事頑張って。夏は本当に苦手、夏本当に大丈夫です おはよう、みんなおはよう。いや、わかる、お洋服選ぶの難しい、わかる。でも秋服かわいいよね。眠くなってきた？起きて。で、50分ぐらいまで配信するのでちょっとまったりみたいな感じ。でもさ、もうめっちゃ眠い。本当にお話し会は眠くないから全然大丈夫なんだけど、あのね、この時間やばいよね。寝ないようにちゃんと準備してお話しか挑むぞっていう気持ちで配信してるところもある。朝のこの時間の配信は本当にね、寝ちゃうの。いや、それは本当に一回お話し会の会場来てずっと寝てて、着いてからね、もうこう座ってなんかずっと寝てて、で10分前ぐらいに起きて、でめっちゃ急いでメイクして着替えてお話し会参加したみたいなこととか全然あったから。しかもね、1回じゃないの、それが。そう、15分前とか割とはっってなって起きるっていうの何回かあったから、ちょっと、まあ、朝配信しない時とかもあるけど、お話し会の日の朝準備しながら配信するとみんなとお話できるし、ちゃんと寝ずに準備ができるっていうメリットうん、でもそれはメイクめっちゃ早い。今は喋りながらやってるから遅いけど、メイクはちょっと結構早い方だと思う。仮眠？わかった。でもなんか眠い時ってなんかさ、これはさやあるある、さやあるある、みんなかもしれないけど、例えばめちゃめちゃ眠い日とかでもなんか焦ることがあると、逆に全然寝てなくても眠くない。例えばそれこそ、あー眠いなーって思ってると眠いけど、例えばめっちゃ眠くって寝てて起きてこう危機を感じた後ってずっと目冴えてる今日ハロウィンなので赤くします、涙袋。赤、
はよう。何？お、リオピー、ありがくまさや。いっぱいありがとう、くまくまくま。たかひろ、結婚してたわ。え、やばくない？どうしたの？結婚しないけど、ありがたわ。ありがとう。そんな結婚してほしいの、さやに。しないよ。乃木坂さん、5期生さん、箱で押してます。みんな大好き。そう、でも、いやもう、でも、いや本当に5期生さんいいですよね。本当に大好きです。お、今日初めまして、行くよ、記念にタワー。楽しみ。南部嬉しい。お話し会の日にさ、タワーくれると書けない。ごめんね、本当に。お話し会の会場でくれると。新参者めっちゃ行きたいです。めちゃめちゃ行きたい。まあ寝ちゃうの？いやでも一ノ瀬美空ちゃんめちゃめちゃ大好きです。いやもう、この会話結構何回かしたことあるよね、この5期生さん。いやもう本当にみんな好きなんですよ。箱50分ぐらいまで配信する。朝からさやめてくれ。自分、お、絶対に忘れないよ。絶対さっきのってなるやつ、楽しみ。どう？ピンク。いけてる？嬉しい。やぴやぴやぴ。チーク塗る。かわいい。嬉しい。顔小さくなった？本当？なんかさ、すごいさ、久しぶりに会う方とか、なんかいつもね、毎日とか会ってると
言われないけど、なんかこう友達とか久しぶりに会う友達とかスタッフさんとかだと、え、なんか顔また小さくなったって絶対言われるの毎回。でもそんなことないんですよ。何？なくなる？なくなってもいいけど。なんかさ、なんか肌が白いって言われるのすごい嬉しくて、なんかな、白い、もう透明になりたいぐらい白くなりたいの。それはそれと一緒。夏バテしてたけど食欲ね戻ってないんですよ。それがちょっとね困ってる。でも、もうでもまあ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 、スタイルは維持できるみたいなメリットということで。でも全然食べるときめっちゃ食べてるから大丈夫。ちょっと濃すぎた。まあ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 、ハロウィンだから OK ってことにしてほしい。最悪後で薄くします。なんかピンクすぎる。もうちょっと今日なんかピンクじゃないのがいいんだけど、普通の普段のメイク道具持ってきちゃう。今のネイルがね、結構こうニットとめっちゃ合うんですよ。ラメグラめっちゃ冬、なんかさこうやってやるとめっちゃ冬。ね、ふわふわキラキラって感じです。君は何かみショートで冬のプリズム、何かみショートの季節来る、楽しみ。粉雪をまとい光さえも、今日寒いよね。いやね、もしかしたらノイミーで一番好きな曲ってハニカミショートかもしれない。全部好きなんだけど、めっちゃいい曲。ハニカミショート、本当にハニカミショート嫌いな人いるんですかってぐらい、本当にもう本当に素敵な曲。冬だし、これからハニカミはウォーウォーウォーとか楽しいよね。声出し楽しいよね。ライブの
セリフ？うん。確かに。今まつげ頑張ってる。いいんじゃない。ちょっとさ、マツパの効果が薄れてきちゃって、まつげが暴れてる若干。あ、でもやっぱまつげすると全然印象変わるよね。おはよう。今ね、髪を染めたんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ、私の髪色。ちょっと暗い目だけど、なんかいつもよりか暗めかな、だけど、え、本当に可愛いんですよ、この髪色めちゃめちゃ可愛くて。そう、でも色落ちしちゃうから、きっと今が一番可愛いんじゃないかな。なんか濃いめに入れてもらって、だからちょっと今色落ちも楽しみって感じなんだけど、あれもめっちゃねお気に入り。ちょっと暗いけど、いつもよりか、でもあれですよ、ブリーチしてなきゃ入んない色味みたいな感じで、すごく素敵な色。髪を見てほしい、せの、髪色を見てほしい。とっても可愛い。そう、秋カラー、確かに秋カラーです。本当にさ、色落ちした時にオレンジとかっぽくなるのが本当にいつも嫌で、これはもういつもショールームでも言ってるけど、なんかね、ちょっと濃いめに入れてもらいました。お仕事頑張って。緊張？ごめんね、すごい無音になっちゃう。今日は合間もできたら配信するし、お家帰ってきてからも配信しますね。今日はいっ
ぱいできそうな予感。おはよう。できた。まつげすごい、意外と上がりました。いい感じじゃないでしょうか。今日いい天気だね。今日はちょっと何をするかっていうのはまだ着替えないからあれなんだけど、ちょっと着たことないから分かんないけど、多分このメガネが似合うような服、コスプレ持ってきてみた。多分お話し会の時はつけないけど、多分写真撮る時につけるかも、似合ってたら。うち分かんなくて持ってきてみた。そう、お写真はでもみんながツーショットってくれて載せてくれたら上がるけど、多分載せるとしてもハロウィンかなって感じ。オンラインも名札だった方がいい。あ、どっちでも。でもオンラインは名前設定できるから、ニックネームさんになってる方割といらっしゃって、だからニックネーム設定をしてほしい。うん、よし、アイロン巻きます。ニックネームさんめっちゃいるよ。難しいよね。おはよう。うん。髪の毛巻きましょう。頑張って。最初やばかった。もう最初ニックネームさんだらけだった。最近だから嬉しいです。ニックネーム設定してくれてると名前呼べるし。は なんかでもさ、お話し会の時ってあれだよね、あの絵文字もさ設定できるから、さやのファンマみたいなのあって、それつけてくれるとね
めちゃくちゃテンション上がってる。それつけてくれる方って、ね、お話し会の時もつけてくれる方ってすごい嬉しい、かわいいって思って、カラフルだって愛を感じて嬉しいです。つけてえ、文字見えるよ。見える。やったー。カラフルになるから。可愛いんですよ。初知り？お。有力情報でした。巻き上手？嘘、嬉しい。おはよう。今日結構早起きだった、頑張った。お、準備始めます。準備始めてこう。もう一回お問い合わせしよう。そう、電波はさ悪くなっちゃって話せなかった方、本当にさショックだから絶対お問い合わせしてほしい。今ねさやの携帯の裏ね、マイカさんの証明写真入ってる。なんかお姉ちゃんがイコラブさんのライブ行ってて、でなんかグッズ買ってマイカさんの証明写真出たからお土産って言ってくれて、ありがとうって言って携帯の裏に挟んだ。嬉しい。そう、普通にお姉ちゃんお友達と、お姉ちゃんのお友達と見に行ってた。優しい。2日目行ってたかな。そう、のゆみは初日見させていただいたんですけど、マイガさんの魔法使い見れてないよ。さやは、さやは背景あなた様。もうちょっと2日間ちょっと本当にちょっとイコラブさんもう最強すぎます。2日間見に行きたかったっていうわがまま
や本当に最強すぎてちょっと語彙力が なくて悔しいけど、本当に素晴らしかった。席の隣萌えちゃんだったかな、そういうお隣で見て、なんかわもうなんかしょっちゅうその萌えちゃんとやばいって言いながら見てた。どこ今どこにいる、あいたーとかめっちゃやってた。楽しかったです。なんかなんだっけ、何の話しようとしたんだっけ、あそうそう、なんかアンコールの時にアンナさんが来てくださって、M してくださったんですよ。ノイミーポーズしてくださって、え、もう本当に超嬉しかった。気づいてくださった。エクステの付け方変えたんだよね。そういえばエクステのね付け方変えて、前まで結構顔周りにエクステつけてなかったんだけど、逆に結構顔周りについてます今っていうちょっとした報告。やばい、サヤヤの虚無顔好き。え、本当に目がね、あのね、これは本当に自分でも昔から思ってるんだけど、本当に目の魂がどこかへ行く。本当にね、良くないんだけどね、そうなの。もうこれはもうどうしようもない。サヤのなんか考え、なんかね、なんていうのかな、これ本当に難しい問題なんだけど、個人的にもなんか別に話をね本当に聞いてないわけじゃないんですよ。でもなんかそれこそさ、ノイミ教えてのスタッフさんにもあのなんだっけ、暴露みたいな公開収録の時に暴露されてしまったんですけど、本当に話を聞いてたいわけじゃなくて、なんかどこかへ行ってしまうんだよね。でも頑張ってる、なるべく
目っていうか顔が、あの、あれにならないようにメイキングとかで映り込む虚無さやちゃん、いやそうなんだよね、ちょっと気をつけてるんだけど絶対映ってるよね本当にダメ。本当にダメなの。昨日もなんかすごいメンバーとみんなといたんだけど、めっちゃ空き時間あってすごい眠くてね、こう寝てたんですよ。したらすごい半目だったらしくて、めっちゃ笑われて、そうダメなんだ、ふとした顔がダメ。終わった巻き。目閉じないんだよね。なんかさ、半面で寝た方が、半面にしようっていう意識はないんだけど、なんか、なんかわかんないけど、目が閉じない。閉じない方が楽。乾かないんだよね、それが。でもなんか自分せやもうね、自分から言っちゃうけど、でも寝てる時は半目なんですって。まあでもみんなに見られないし言うだけだから。だけど誰とは言わないけど、半目仲間は他にもいるから安心してるよ謎の安心寝言さや言わない、うん、なんか今日ちょっと漏れてるかも。よかった、みんなの前でメイクしたからみんなの前でメイクはちょっと言い方あれだけど、配信でメイクしたからだ。やったね。半目なんか絶対言わないよ、かわいそう、プライバシーの侵害すぎるかわいそう。ここを出そっかな。今日途中で髪変えるかもしれないし、変えないかもしれないぐらいのスタンスで、気分。ドはドーナツのド。髪ね、暗め、さやの中では暗め。最近のここ2023年のさやの中では暗めかも。
なんか今ナツミンと髪色結構似てて、ナツミンがそう髪暗くして、でなんか色味がめっちゃ似てるんだよね。ちょっとさやの方が明るいんだけど、そう色味がめっちゃ似てて、でずっと昨日そう似てるねって話をずっとしてて嬉しかった。ハイトーンズがハイトーンじゃなくなってる。ちょっと待って、前髪をねいい感じに したいの。でも着替えてから固めればいいか。よし、一旦待って、うまくいっちゃったうまくいっちゃったよ。そう、もう48分なの。みんな準備しよう。新趣味できるの楽しい、嬉しい。そうやって言ってくれて嬉しい。タヤも配信して一緒に準備した方がはかどります。心なしか漏れてる気がする、いつも。オッケー、よし、スクショ。どう、取れた？取れた？これつけとくか。今日はオンライン話し会です。通称とかもあるけど、あなたのために可愛くなる。照れた？よし、じゃあランキング読みます。13位ゆきちゃん、12位たくま、11位かわいくてごめん、10位みのり、9位みゆき、8位のりのり、7位ボア、6位りんか、5位なてやん、4位さなぴよ、3位りおぴ、2位ふみやん、そして1位たかひろ。ありがとう、ありがとうございました。この後10時から、お話し会よろしくお願いします。お待ちしてます。楽しみ、着替えるね。ハロウィン仕様になってくるねということで、朝から一緒に準備楽しかったよ。またするね、配信。バイビー、ありがとう。